じゃあちょっと第1回目なので、こんにちは、今日のゲストは坂本さんです。はい、よろしくお願いします。はい、この企画は仕事の紹介、大人の仕事の紹介の部位です。坂本さんは、キッズコネクションのスタッフでありますけれども、最近社会福祉士さんの資格を取られました。おめでとうございます。はい、はい、ありがとうございます。社会福祉士さんのお仕事について子どもに、はい、どういうお仕事かっていうのを教えていただきたいんですが、お願いします。はい、社会福祉士っていう資格を使ってするお仕事っていうのは、分かりやすく言うと、生活に困っている人たちに対して、いろんな国とか市とかからいろんな助けの手が差し伸べられてはいるんですけど、その手っていうのが困ってる人たちに直接届くわけではないんですよ。なのでその差し伸べられてる手に困ってる人たちがちゃんと気づけて、その手を取れるようにサポート支援するっていうのが主な仕事になります。どのような活動をしていきたいと思っていますか？今後取り組んでいきたいというのは、まず今一緒にお仕事させていただいているキッズコネクションの子どもたちの安全を守るために、防災についていろいろ取り組んでいきたいなというのと、あと子どもたち、生まれながらにして持ってる権利、はい、子供たちっていうのは権利の主体である、あなた方が自分のやりたいこと、自分の生きること、それを自覚して主張していけるように、大人の我々が、お手伝い、支援をさせていけるように、はいはい、いろいろ活動していきたいなと思っています、最後に子供たちに一言お願いします。子どもたちと接することによって自分の中でも立ち直っていく部分っていうのがすごくあるので、とても感謝してます。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、今日のゲストは坂本さんでした。はい。